水艦に、VLS、垂直発射艦の搭載を目的として、計画が始動していますが、三菱重工へ、正式に、スタンドオフミサイル量産化の契約が締結されたという情報が入ってきました。今回は、潜水艦型スタンドオフミサイルでは、533mm 魚雷発射艦での運用可能なミサイルも開発しているのか、見ていきたいと思います。2023年4月11日、防衛省は、今後の安全保障政策の中核と位置づけている、長距離からの攻撃可能なミサイル、スタンドオフミサイル、4種類の契約を、三菱重工業者と交わしたことを公表しました。こういったスタンドオフミサイルは、敵の迎撃ミサイル等の射程距離外から、攻撃を可能となることを基として、配備を進めようとしているものです。理由の一つとしては、近年、迎撃ミサイルの射程距離が伸びている、時事への対抗策ということです。政治的には、その長射程ゆえに、スタンドオフミサイルは、かつて、敵基地攻撃能力と呼ばれていた、攻撃的な兵器ではないかと反対する意見があります。とはいえ、友軍の発射母体の安全を保つためには、今後は必要になってくると考えられます。今回の4種類のスタンドオフミサイルについて紹介しましょう。1番目は、潜水艦から発射する誘導弾開発です。2番目は、12式地対艦誘導弾能力向上型の地発型の量産。3番目は、12式地対艦誘導弾能力向上型の艦発型、空発型、及び射程の延伸。4番目は、当初防衛用高速滑空弾の量産ということです。この内容を見れば、2番目の12式地対艦誘導弾能力向上型の地発型と、4番目の当初防衛用高速滑空弾については、今までに開発したものを量産化する契約ということがわかります。納税者として、一番気になる価格ですが、前者は約1734億円、後者は約1194億円と言われ、2026年度から、2027年度にかけて納入される予定になっています。3番目12式地対艦誘導弾能力向上型の艦発型、空発型、および射程の延伸ですが、現在は、操輪式車両に搭載して運用されている地発型を、艦艇や航空機へ搭載できるように改良し、かつ、今は約 1000km と見られる射程距離をさらに 500km ほど延伸することが目的の継続開発ということになります。2027年度までの開発費用としては約269億円が投じられる見込みで、国産のスタンドオフミサイルの代名詞的存在となっている12式地対艦誘導弾能力向上型を陸海空のプラットフォームへと多層化させることになります。つまり、どの器からでも発射できるようにしたいということですね。そして、1番目の潜水艦から発射する誘導弾開発については、2023年度から2027年度までの5年間で約584億円を注ぎ込んで開発される契約になっています。このミサイルは、潜水艦に設置された、533mm 魚雷発射艦から運用されるものです。日本の潜水艦で長距離攻撃用ミサイルといったら、これまで保有していなかった VLS を装備する準備として、搭載する実験艦建造も決定していますが、今回は既存艦もすべて完備している 533mm 魚雷発射艦を活用する予定らしいです。ただし、潜水艦への VLS 搭載にしても、既存の 533mm 魚雷発射艦の活用にしても、これらからスタンドオフミサイルを運用する方針は、2022年末に、すでに
令和4年度事前の事業評価で明言されていた内容と合致しています。兵装としては、同じようなスタンドオフミサイルを運用する潜水艦を、VLS 装備のものと、533mm 魚雷発射艦のものと、両者を並行して進めていく計画ですが、理由は、おそらく、期間と汎用性によって判断したと思われます。現状は、海上自衛隊は、6門の 533mm 魚雷発射艦を重兵装として装備している、攻撃型の通常動力型潜水艦しか保有、運用を行っていません。ということは、VLS の開発と搭載には、しばらくの時間が必要になることは、想像に難くありませんね。海中に先行した潜水艦の VLS からミサイルを発射するためには、ゴールドローンチと呼ばれる発射技術の確立が絶対に必要ですし、また、潜水艦自体にも、いくらいの数を装備するのかをはっきり決定する必要があると思われます。アメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦の現行型はバージニア級潜水艦ですが、水中排水量は、日本の通常動力型潜水艦のほぼ倍近い7800トンもいう大きさなので、背面に12機ものトマホーク巡航ミサイル専用の VLS を搭載しています。このバージニア級クラスのサイズの潜水艦を通常動力型として建造することは、物理的には不可能とは言えないのかもしれませんが、水中でのスピードや機動性を考慮すると、現実的とは思えないので、もっと小型になると考えられます。そういった設計だけを考えても、VLS を搭載した潜水艦を実用化するまでには、かなりの長い時間がかかることを想定しておく必要があると思われます。今回は将来的な安全保障環境を見据えた上で、このタイミングで着手したものと見るべきでしょう。こうした潜水艦への VLS 搭載と比べれば、現役の既存の日本の潜水艦すべてに標準装備されている 533mm 魚雷発射艦をフル活用して、そこからスタンドオフミサイルを運用することは比較的ハードルが低いということになります。海自の潜水艦隊はすでに2022年3月、かつて中期防衛力整備で定められた22隻体制の定数をすでに満たしています。建造の早い順に親潮型9隻、双竜型12隻、大芸型1隻が配備されている状況です。これらの潜水艦すべては通常動力型潜水艦で、細かな機関構成に変遷はあるものの、ディーゼルエレクトリック方式を採用していて、前述のように主兵装として艦首部分に6門の 533mm 魚雷発射艦を装備しています。これら海上自衛隊の現行の潜水艦隊は、533mm 魚雷発射艦から89式、または18式超魚雷によって、対艦、対潜攻撃を、さらに、アメリカ製のハープーン巡航ミサイルブロック2による対艦、及び対地攻撃能力が付与されているのです。現行のハープーン巡航ミサイルブロック2でも、対艦攻撃以外に、対地攻撃も行える仕様になっていますが、その最大射的距離は 250km 弱と見られていて、12式地対艦誘導弾能力向上型等に比べると、はるかに射程は短いのです。すでに、今回の防衛省と三菱重工業者との契約によって、量産化が進められることになった12式地対艦誘導弾能力向上型の地発型ですが、実は、このミサイル本体は、そのままで 533mm 魚雷発射艦から射出することができないのです。そのため、今後 533mm 魚雷発射艦から運用するスタンドオフミサイルは、
人に意識地対艦誘導弾能力向上型の専用バージョンとして、ミサイル本体をスリム化する方向で開発されるのではないかと見る向きもいるそうです。実は、533mm 魚雷発射管から運用する巡航ミサイルの例があります。イギリス海軍の攻撃型原子力潜水艦アスチュート級は、533mm 魚雷発射管から運用する仕組みのトマホーク巡航ミサイルを装備しているのです。日本でもアメリカからトマホーク巡航ミサイルを購入してイージス護衛艦へ配備することは検討されています。そうなると潜水艦用にイギリス海軍のアスチュート級が搭載している同じミサイルを購入した方が手っ取り早いという気がしますね。ところが、アスチュート級が搭載しているトマホーク巡航ミサイルですが、すでに生産ラインが閉鎖されています。つまり、新しいトマホーク巡航ミサイルを手に入れることは現状、不可能なのです。というわけで、日本としては、国産のミサイルを開発、製造するしか方法がないという状態なのです。そもそもの設定に戻りますが、日本が潜水艦の 533mm 魚雷発射管からスタンドオフミサイルを運用する目的というのは、主に南西諸島に進出、接近してくる中国海軍艦艇の排除です。政治的に言われている敵基地攻撃能力のような対地攻撃を前提にはしていないとされています。従来までは、日本が持つ追艦攻撃の主軸は、航空自衛隊の F2 戦闘機に装備されている空対艦ミサイルとされていましたが、将来的には、人に意識地対艦誘導弾能力向上型のように、飛躍的に射程距離を延伸させたミサイルを、多種多様なプラットフォームから運用していくことになると思われます。こうやって、各種のスタンドオフミサイルの開発や量産化を行っていくバックには、2023年度から大幅に増額する防衛予算があるからと考えられます。かといって、好き勝手に使い放題されては困ります。この防衛予算増大が国会で承認された主な理由として、ロシア・ウクライナ戦争があると思うと複雑な気分ですし、納税者の生活にも気を配ってもらいたいと思うものです。領土を守ったとしても、国民が死に絶えてしまったら、国家とは言えませんよね。